海外で不便なこと、やっぱり日本はすごかった。今から海の下を潜ってイギリスからフランスに行くユーロスターになるんだ。日本の新幹線みたいなものって聞くし、早いんだろうな。って、なんやこれ、耳が気圧でおかしくなる。新幹線じゃこんなことないのにって思うと、日本の技術すごいな。にしても耳がなんか嫌な感じ。おお、やっとホテルにチェックイン。ってことで今から自分の部屋探さんとな。ってこれがフランスのカードキーか。まあいいや、なくしたらいけんから携帯に入れて、まずエレベーターに行かないと。303の30、あ、これや。よし、でさっきのルームキー使って。おかしいな、行かない。そんな、日本で今までこんなことなかったねな。そう思ったら日本すごいや。旅お疲れやな。やっと落ち着いたことやし、ネットサーフィンでもするか。え、なにこれ、サイトが出てこない。このページはお使いの地域では開けません。めっちゃ不便。それじゃあ代わりにラジコでも聞いてよ。ん、ラジコも無理なの。まあ、いや、ゲームでもしよってよ。アップデート来てる。なにこれ、あれ、アップデートされない。ってことはつまりダウンロードもできないってこと。じゃあ時間つぶし、ネットフリックス。え、ネットフリックスも、アマゾンも、海外からでも視聴できる映画。あ、そうでしょう。よし。確かバス停がこの辺で、よし、あと3分で来るはず。で、遅いな、ゆうに5分とか過ぎてるんだけど、反対側のバスは来てるのに、おかしいな。ここか、お肉エリア。これはソーセージだし、あれ、すぎ肉がない。 excuse me? Yes? How can I help? Do you guys have any sliced meat? Oh, we don't have it, I'm sorry. Oh, so there, all you guys have. I don't know if the grocery stores have sliced meat, but maybe you can try, at least. Thank you. No problem. Take care. 新生活に必要なのはティッシュ。あった。あれ、ティッシュコーナーでティッシュ一箱しか置いてない。これだけ？どういうこと？日本みたいに5パックで置いてあったりとかしないわけ？しかも1箱200円？高っ。こんなティッシュ高いってことはみんなそんなに使ってないってこと？住み始めて半年か、だいぶ慣れてきたなって。ホームレスの方だ。どうしよう、あげるお金ないんだよね。にしても電車の中まで来るのって受け身じゃなくて見習うとこあるわ。私もぐんぐん頑張ろう。I'm sorry, I don't have any change right now. I only have a credit card. Sorry. でもやっぱり申し訳ない。え？ユニクロ？おー。あ、これかわいい。いくらやろ？高っ。こんなの軽く日本の2倍じゃん。絶対買いたくないわ。お、100均じゃん。イギリスにもあるんだ。何このクオリティ。今にも壊れそうだし、なんてチープなんだろう。まるで10年前の日本の100均に売られていたような、そんなクオリティや。そう思うと日本の100均ってなんて低価格で高品質なんだろう。 So what would you like to have for lunch? Lunch? What's your feel like? Me? I think I'm okay with anything though. There, I can see the Japanese restaurants over there. There, Chinese restaurant is there. Thai foodFrench, Italian, we have anything here. What would you like to have? I forgot to tell this, but I am a vegan. Oh, you vegan? I didn't know that. Give me a sec. Vegan restaurant. Is it vegan? Sorry. No. Do you have a vegan option? No. There's no vegan option? No. Oh.ん？あ、LINE や。誰からやろ。わあ、結婚？ついに地元の友達が結婚か。で、ちょっと待った。今海外に住んでるから結婚式なんて行こうとすると飛行機代だけでも15万円とかするから、その金額はでかすぎるというか、っていうか今思えばそうやな。身内に何かあったら駆けつけないといけないんだから、飛行機代もバカにならん。参ったもんや。
はい、ということでこれらが私が海外に住んでいた時に起こった出来事です。ほんでこれらって多少不便でもまあ国が違うし仕方ないよなっていうふうに思って、まあ、諦めざるを得ないものも中には多くあります。でも中にはどうにでもなるようなものもあります。例えばさっきやったようなサイトにアクセスできない、アプリダウンロードできない、 LINE の日本語のスタンプ購入できない、映画見えないっていうこの4つのことはなんとNordVPN で解決できるんです。この NordVPN を使えばさっき言ったような恩恵だけじゃなくって、例えばハッカー集団からクレジットカードの情報を盗まれて誰かに自分の情報を売られるって心配もないし、結構最近インターネットバンキングなんか言ってそういうネット銀行のアカウントとか検索エンジンの履歴も全て誰からも見られなくするプライバシーを守るのにも役立ちます。そもそも VPN って何やって思うやん。簡単に言うと VPN ってバーチャルプライベートネットワークの略で、まず前提として VPN を使った方がいい人4課長はカフェやホテルにあるようなフリー Wi-Fi を使う人、会社以外で仕事をする人、スマホやパソコンでお金を扱う人、海外日本版の映画を見たい人、これらどれか一つでも当てはまるなら使った方がいいとされます。なぜならお金、クレジットカード情報、仕事の情報、メールアドレスが盗まれるリスクがあるからです。 VPN はいわゆる暗号化されたトンネルを作って IP アドレスっていう、まあ、自分の情報を隠すことでオンライン上での個人情報を保護して公共のホットスポットを安全に使用できるようにするサービスです。まあ簡単に言うと、例えば誰かが私の着ている今日の服気になるとするやんか。でも私はトンネルに下からさっさ入ってそこで着替えてそこからもうずっと出てこないやつみたいな、やから私がどんな服着てるのかっていうのはもうトンネル越しでは見れないみたいな、そういう感じで、どういう感じやほんでこれがどういう時に役立つのかっていうと、例えばそういうな、皆さんは無料 Wi-Fi って使えますか？まあ、無料 Wi-Fi って結構どこにでもある。例えばスタバ、それから新幹線の中に入っても Wi-Fi 使えるし、確かなんか30分に1回か1時間に1回かなんかログインしなよさんなんけど、まあ、他にはホテルの Wi-Fi だとか、本当に言ってしまえば公共の Wi-Fi って結構いろいろそこら中にあります。ほんでハッカーっていうのは公共のホットスポットで情報を盗み出すプロやからどこで誰か自分の情報を取ってるかなんて目に見えてわからんやんか。ほんで気づいた暁にはなんか不正の引き落としがあるとかっていうそこら辺になるからさ、しかも気づきにくい少額とかね、私も今まで3回ぐらいあったかな、なんか6000円分とか1万2000円とか落とされたりとかしてて、ほんで問い合わせたらキャンセルにしてくれたけれども、そういうことが本当に起こりかねないんです。仕事のデータ情報の漏洩から訴訟問題になったり、 SNS の乗っ取りで知人や親が詐欺被害にあったり、クレジットカードや銀行情報の漏洩でお金が盗まれたり、ショッピングサイトのログイン情報が盗まれて勝手に買い物されたり、サイトにアクセスした時ウイルスを入れられたりします。ほんじゃ今から簡単に使い方の説明をします。もう接続の仕方はスーパー簡単なのがもうほぼワンタッチなんやけれども、使い方はとっても簡単。まずスマホの使い方から説明すると、アプリをダウンロードしたら初めての方は登録画面へ、そしてここでもうすでにアカウントがある人はログインをします。ちなみに2回目以降のログインはないので、次からはパッと開けちゃいます。するとすぐにマップの画面が出てくるので、ここでサーバーの選択をします。ほんで日本にいる場合はこの画面の下にあるクイックコネクトってボタンを押すと現在地から一番近いサーバーを勝手にピックアップしてくれます。ほんでもうこれで終了、簡単やな。ちなみに今もし住んでるところが例えば日本じゃない海外で、日本のウェブサイトとか日本の映画見たいんだって人は日本のボタンをポチって押せばそれで完了です。もうあとは自分の見たい映画を見たりとかすることができます。ほんで解除したい場合はこのディスコネクトっていうボタンを押せば一瞬で終わります。これはパソコンの方でも同じ。デスクトップアプリをインストールしたら地図の画面が出てきます。そしてクイックコネクトを押してつなぐだけです。そしてこの動画見た人限定のクーポンを用意してもらいました。 68% オフの2年間プランを購入したらギフトとして1ヶ月自動的にプレゼントされたりだとか、ほんで運が良ければ1ヶ月もしくは1年もしくは2年を、まあ、抽選みたいな感じで自動的に付与されるそうです。ぶっちゃけると VPN にはいろんな種類があって、一部無料で使えるのもあるけれども絶対におすすめしません。サーバーを維持するのにはお金がかかります。運営を無料で賄えているサイトは必ずどこかでお金を得ています。それは運営側が情報を売ってお金儲けをして運営を成り立たせている悪いサイトが数多くあるので、無料だったり運営源が謎だったり運営に予算をかけていない脆弱な VPN には気をつけてください。とまあそんな感じで NordVPN を使うと自分の個人情報を保護することができたりだとか、今はコロナで海外に行く機会っていうのがあんまないかもしれんけれども、留学とかお仕事とか海外に住む機会があれば日本のサイトに繋がらないっていうのはもうなんか登竜門的な絶対通る道やから、ぜひとも検討してみるのもおすすめです。いやもうすごいタイミングやったね今の
何週タイミングやな。っていうか今私着とるこの服多分 1,2 年ぶりに着るんやけれども、久々に発掘したからシワシワっていうね。うわーってことで荷物取りに行ってきます。